はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、出来すぎる教室の先生の講座がうまく売れない本当の理由ということについてお伝えしていきたいと思います。ちょっとね、あれって一瞬思うようなそういうテーマだと思うんですけれども、今日はね、こんなお話をしていきたいと思います。えっと、きっかけはですね、 まああのーまあ、いろいろあるんですけれども私、えー、とコンサルタント認定コンサルタントのメンバーの添削とかをねいろいろやってるんですいろいろ出てくる書類とかで、あのー、その時に、まあ、気がついたことがあって、えー、と今日の、ね、テーマにしようかなというふうに思ったんですよ。でどういうことなのかっていうと、まあ、できすぎる教室の先生でこれはその認定コンサルタントのメンバー も,もちろんそうだし、えー、と割とよくできている先生の講座でうまく売れない商品もたまにあるんですよ。でその時によく起きている事象とかある共通点があったんですよ。でそれをねあのそうだよねっていうふうに思ったのでこれは私自身も自戒を込めてですね 普段から気をつけているお話なんです。で、それをちょっとね、お伝えしようと思っているのが今日のテーマでございます。はい、それではね、早速、あの、本題に入りたいんですけれども、できすぎる教室の先生の講座がうまく売れない本当の理由、これね、なんだと思います。<laughs> えっと、いろいろあるんですよ。売れない理由とかあるんですけれども。 大きい部分でご本人が気づきにくい領域ってどういう領域かっていうとその対象とする人に対してその口座が存在しているわけじゃないですかその口座の、まあ、スペックというか、うん、内容が、えー、売りたいと思っている対象の人に対してオーバースペックすぎる場合。 が売れなかったりすする時が多いです、はい、これ要は例えば、うん、そうだな5段階あるとして1から5で1で5になるほどいいっていう意味ですよ。で知識量が1でいいというふうに思っている人に対して5ある教材とか5ある内容のものを売ろうとすると。 差が大きすぎるからこの1でいいやと思ってる人は5だと嬉しいかと思いきや私にはオーバースペック要は多すぎてそれはいらないみたいな話になっちゃうことが多いんですよ。これ結構本人気づかなくて、えー、売れないケースとかがある内容になってます。はい、ここの、ね、ギャップなんですよ。あの対象とする人の 現状把握をきちんとしてそのギャップに対して正しい商品を提供していくっていうことが必要なのでご自身の知識とか知ってることがたくさんあるとすっごいたくさん伝えたがるんですよ教室の先生って。でちょっと待ってっていうことなんです。たたくさん伝えいいいここととととを全部商品にしてしてててまうとこのののでいいと思っっる人って5のものだと 多すぎていらないっていうことになるので、要は高いっていう気持ちにも当然なっちゃいます。こっちらもう全部知ってることを出していこう。5のことだってふうにやって、じゃあ例えば分かりやすいから50万だとしましょう。5のとこで。でも、この1でいいって言ってる人は1でいいわけだから、1でいいんですよ。ってことは10万の商品で大丈夫なわけなんですね。ということは、50万こんなにいっぱいついてていいでしょうの、50万欲しいですっていう5のものが欲しいですっていう人と、 ちゃんと商品がマッチングできてない場合には売れないです。はい。あの、オーバースペックってそういうことなんですよ。あの、親切心で、あれもこれもあれもこれもつけちゃうことによって価格が上がる場合が、まあ一番分かりやすくって売れない場合です。じゃあ、これですね。このいっぱいついてるのが10万円だったとするじゃないですか。で当然、あのー 申し込まれる確率も高いんですよ高いいんんでですすよけどここでまた不思議なことが起こるのが1の人が、まあ、10万円だったらいいっていう価格帯があったとしてもその盛りだくさんすぎる内容を見てこれやりきれないかもとかってなんかキャパシティオーバーっていうのを感じてしまうと安かったとしても買わないという真、ま、っか不思議な現象が起きます。そ、はい、そししててんな親切ににいるのに 売れないという残念なことが起こるのが、あの、このオーバースペックの時ですね。だから、あのー、販売対象の人の、本当に欲しい領域のドンピシャのいいさじ加減の分量内容をちゃんと届けるっていう。ここがね、結構難しいんですよ、あのー。 高いと感じられてしまう理由っていうのはねいろいろあるんです。中身が足りてないっていう意味で高いと感じられちゃうことが多いと教室の先生は勘違いする方が多いんですけれどもあの一番多いのは実は高いと感じられる時の一番多いのは価値が伝わってないっていうことが一番多いです、実は。そのの内容にふさわしいだけの価値を 伝えきってないっていうケースが高いと言われる場合にはね一番多いんですよ。あとはそれを高いと感じてしまう層の人に、えー、カテゴリーの人ですね。層の人に一生懸命売り込みしちゃう。高いって思うような人に売り込んでも売れないんですよ。だからそのギャップがずれちゃってるっていうことが結構多いんですよね。でもう一個は1でいいのに5の商品を売ってしまうような時とかに あの、いらないのに高いって思われちゃう。余分なものがつきすぎっていうことです。だから、あの、おまけ,おまけがつきすぎてて、このおまけ分外して安くしてくれませんかっていう話になっちゃうっていうことなんですよ。だから、あの、主に、えっ、ー、とまあ、高額講座に割とこの現象がよく起きるんですけれども、できすぎる先生は自分ができちゃうし、これがあると嬉しいよね。 っていう,ふうに、まあ、自分が喜び感を得た内容をそのまんまドンピシャの似てる人間だったら嬉しいはずなんですよちょっと違う自分と全く一緒ではないクライアントさんを想定しているにもかかわらず商品は自分が目いっぱい嬉しい商品を作っちゃって。 まあそれが高いと感じられたりとかいっぱいすぎて嫌だって思われてるっていうことを気づかないで売れない売れないというふうに言ってるケースが多いなと最近感じています。ということは、えー、っと正しく売りたい方販売して買ってほしい方の現状把握をする必要があってその人たちが本当にそれいるんですかっていう世界で。 いらないっていうのであれば、そぎ落としてコンパクトにした状態で、欲しいというものに凝縮した状態で売っていくということが必要になるんですよ。だからそのひと手間がねあの、忘れちゃうんですよ。自分ができちゃってると、できなかった時の気持ちとか、過去のことって忘れちゃうんですね。そうすると、その時本当に欲しかった商品は何なんだろう っていうことを考えて商品設計とか講座作りっていうのはやった方がいいんですよ。なので最近感じてるのが、その先生自身のスペックが元々高すぎる人ですね。あの割と早く何でもできちゃったりとか、あといろんなことも他の人よりも養老よくできちゃう先生ってできない人の気持ちが分かんないんですよ。 そうするとできない人の気持ちがわからないのにできない人のための商品を作った場合にこのギャップができちゃうんですよね。はい、だからあの私自身はじゃあどうなんですかっていう話を言うと私は割と自己分析はあのフラットに平らにできているタイプの方です。なので、うん、と世間的にここはこれぐらいできている方だよねって。 いうのは理解してるしこれはできないよねっていうのも理解している方ですだからあのー、まあ半分ね冗談なみたいな話ですけどあのー、たくた子先生はできるからとかって言われちゃうけどはいって言ってますからね <laughs> できる方だと思ってるからはいでもそれはその 教室の先生の駆け出しの人と比べたらできるのは当たり前なんですよ。で、過去の私ってなったとしたってできるのは当たり前なんですよ。なぜならば私、会社員の営業職を22年やってるんですよ。で、例えばいきなりそういった外で働いたこともなくって主婦から教室立ち上げますっていう方が私のようにはできませんって言ったら当たり前なんですよ。そういう意味では。これはあの スキルの事実としてスタートが違うから当然なんですよだからそのようにはできませんっていうのは当たり前なんですよで私はだから逆にそのどういう状態から皆さんがスタートしたいのかどういう状態がその人たちの一般なのかっていうのを常に時代とともにブラッシュアップして情報更新をしながら話をするようにしていますなので あの昔の教室業のスタートアップの人と今の教室業のスタートアップの人、えー、と意識レベルが違ってきてるっていうのも当然知っています。昔はなんか主婦の それこそ片手までっていうところからなんか人が来てくれたら嬉しいなから教室始める方が多かったんですけど今はちゃんと職業として教室を始めたいないしは、えー、と会社員からの転職で教室を始めたいという人が多いんですねということはそもそもね素除ができている人が入ってきているケースが多いんですよなのでとはいえですよとはいえ教室業のっていうちょっと特殊な、まあ、業界業種に 精通しているわけじゃないので皆さんがね、うん、という意味からするとあのそういった方々っていうのは非常に、えー、苦労する部分は当然出てきます。だけれどもあの時代背景とかあと生きてきてる環境が違うからそれ当然なんですよ。当然なのでそれがそういうものなんだと理解した上で講座を作る側は作らないと オーバースペックだったりずれちゃうんですよ。はい。だからこのあたりがですね。 あの売れない時とかにチェックをしてほしい内容ですね。でこれであの残念なのがさらにもっと得点つけちゃったりとかもっといっぱいいろんな内容詰め込みすぎてもう絶対に無理できなさそうっていう状態の口座になっちゃってまた見せると親切でやってることがいらない親切とかになっちゃうケースってすごく残念なのでここはやっぱりね注意した方がいいなというふうに思うんです。であのそういういい状況がが出ててきちゃっているのが えとよくできる先生が増えてきてるからですで。もちろんできるっていうのはいろんな意味でですよ。集客ができるとか、パソコン操作ができるとかで。そういう人はできない気持ち、できない人の気持ちが分かりにくいんですよ。できないとは言いません。私はそういう方ともお話をしながら、ブラッシュアップをする機会を設けています。定期的に無料面談みたいな形で。あのいろんな方がね、いろんなふうに申し込みしてくるから。そうすると、あ現状こういう感じが。 あ普通なんだなっていう普通っていう定義を塗り替えたりとかそういうのをしたりとかもしているのでそういう点ではですねあの非常にうまくね売れにくい時とかに講座を見直す時には自分の提供しているものとそれを欲しいって言ってる人のまあ,あの欲しさ加減のギャップをちゃんと理解して 適切な商品を渡した方がいい。当然、5を出して5を喜ぶ人っているんですよ。だから、そこをちゃんと設定しないといけないんです。はい。で、例えば私の商品で一番高い商品っていうのは、コンサルタント養成講座です。安くないです。だけれども、それをしても人を救いたい教師の先生のために、自分もコンサルタントになって活躍したいっていう人にとっては、 高い金額ではなくなくりますその後ちゃんと設けられるっていうプロセスも作ってあるからです。なのでそれを一般の人に見せたら高いって言われるんですよ。だって価値が分からないから。だから価値が分かる人に価値が分かるものを見せていくっていうこの丁寧な仕掛けが必要になっていくということになります。はい。ということで、えー、今日のまとめをしていきたいと思います。 できすぎる教室の先生の講座がうまく売れない本当の理由、えー、これは、えー、提供しようとするクライアントさん、えー、生徒さんと、えー、自分の講座のスペックが違いすぎるケースがあるからです。はい、ここはあの定期的に、ね、状況を見直していくという必要があります。えー、その点を、えー、考慮しながら進めていっていただければと思います。 はい、以上です。よろしくお願いいたします。それでは。